ちなみに,テにな、テスラのモデル3乗ってるんですかそうなんです。おー、テスラのモデル3乗ってよかったこととかしたいです。いつかテスラに乗りたいと思ってます。そうですけども、おなんでまた旦那さんが、車が燃えたんですよ、旦那さんの車が。<laughs> そ,そこのところからちょっとじゃあ,あの、詳しく聞いてもいいですか。<laughs> その、チャレンジャーっていうアメ車に乗ってて、<お>で、 まあ、ガソリンスタンドに行って、ガソリン入れてもらって、エンジンかけてたら、その、燃えたって言って、トランクから煙くと火が出て燃えちゃったって言って、で、廃車にしなきゃいけないってなったんですよ。え、それワンチャン死ぬじゃないですかいや、そう、だからガソリンスタンドで怖かったけど、すごいガソリンスタンドだからこそ、消火器とかまあ,かあ,あまあ、そのまああって、確かに。 だから逆に、まあ、迷惑はかけちゃったけど、よかったねって言って、その途中信号待ちとかでなったりとか、家でなったら怖いじゃないですか。高速道路とかで走ってて、びっくりして壁に激つみたいな可能性もあるわけで。そうなんですよ。で、<ー>それ車屋さんに出したんですけど、これだったらもう直すのもすごい大変だから、もう買い替えた方がいいって言われて、で、なんか車を探してて、 で、なんかその頃テスラモデル3が発売になった。で、よく聞くようになってて、ちょっと、あの、市場行ってみようって言って、市場一緒に行って、で乗ってみたら、私が意外に逆に気に入っちゃって、あ、私がこれに乗るかだっ,ったんですかブレーキを踏まなくても、こう、自動でゆっくり減速していったりとか、ブレーキを踏まなくても、信号待ちで、うんうん、あの、0キロ、完全に止まってくれるので、これだったら、 車買い替えてみようかなっていうので、買い替えたのがきっかけですね。自動運転の機能が好きなんですね。自動運転も一応何回か使えますけど、でも自動運転でそんなにメインでは使わないかも。うん、まだ信じきれない自分がいますね。ブレーキもなくてもゼロにきれいになってくれるっていうのと、ガソリがめんどくせえと。そ<う>むしろでも長距離行くと、出先に充電スタンドないっていう問題になりません 確かに長距離ってなるとちょっと不安ですね旦那さんがね、うん、また別で自分の車持ってたりするのでそっちで家族で出かけるときは,はそっちにってますあじゃあ本当に自家用車で家の近所を乗りますためにテスラモデル3に乗ってらっしゃるそうです都内でもう仕事行ったりとかするのに乗ってますなんで笑ってんですかテスラのモデル3ってあの100メートルあたりの加速で行くと 結構今売ってる車の中でもかなり上位なスピードの出る車じゃないですか,、うん、か3秒ぐらいで100キロいくみたいなそうですそうですあでもたまにスキー場行ったりとかするのに川口湖方面とかは全然一番低い充電のやつでも行けますよ往復そういうテスラユーザーもいるんですねえっ、ー スライユーザーって何、遠出とか高速を楽しみに乗ってんですかいや,ーいや、やっぱそのスピードとか、割とステスラの売りではあるので <laughs>。まあ確かにね、でも高速は一応乗,乗ることは乗りますから。なんか聞いてる限り別になんか家から職場だったら軽自動車でいいじゃんみたいな感じじゃないですか。<laughs>